さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですねオートサロン2023の方に来てるんですけれども、うちのチャンネルでねもう名物社長第2弾というところですね、キャラバンといえばあの社長のところにね突撃したいと思います。モーターはい、そしたらですね、名物社長ということですね、はい、名物じゃない、キャラバンといえば、ボディラインさんの方に来ました、はい、よろしくお願いします。オートサロンですけれども、オートサロン、はい、もちろん、はい、今回もなんか新しいものこの2台やってると、やって持ってきて、これ今後ろパッと見たんですけど、これ、ね、これオートサロン初っすよね。これ元々2年前に、はい、オートサロンのために作った、今回、はい、初めて持ってこれた。あ、なるほど。今回はコンセプトなんで、なるほど、あくまでもこれはコンセプト、ここまでできるぜとっていうところの、いうところのやっと上げ下げ、ね、上げ下げ両方できるとなったということなんでね、わかりました。ここまでできるよということですね。なるほどですね、はい、今日はねコンセプトっていうのをね2台紹介してもらいたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしたら大久保さん、はい、あのまあ基本的にはちょっとエアロから外装からちょっと行きたいんで、はい、まあ他の動画でも何回かこの車を紹介させて、はい、改めてちょっと紹介させて、はい、この車実は、はい、車自身は9年ぐらい経ってる車なんですよ、ね、え車自身は年式はね、はい、でもそれを今のインターロックグリルといった新型化を、あ、もうフェイスチェンジしてるフェイスチェンジしてる。あ、そんなキットもあるんですか。キットじゃない、キットじゃない、キットじゃない、あ、そうか、コンセプトですから、そうここまでできるってことや、それ忘れてた。これ純正、はい、でもこのバンパーは、はい、うちのオリジナル。あ、ここ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 から下は、あー、確かに確かに、はいはい、それに今チンスポーつけてる。あ、なるほど、ここをつけて、このバンパーはボディラインオリジナルで、はい、箱スカバンパーと呼ばしてもらってる。あ、箱スカバンパー、そうです、ここのイメージがね。車が前の型ってことは、これは前型の用のエアロスですね。そうやね、ややこしいねんけど、このグリルのついている新型にはこれつかない、はい、そうですよね、はい、ベースの車が違いますから、今でいう、まあ、中期というか、はい、リアカーにつくと、なるほどですね、いうことですね、このバンパー、はい、で、フェイスチェンジができるよと、できるよと、ここまでできるよと、初期のキャラバンは、はい、これできるでってことですね。なるほどですね、はい、やろうと思えばできますよ、はい、っていうことです。ここまでできるよというところのコンセプトですね、はい、ちょっと古くなってきたな、イメージにしたいな、はい、車変えるのもどうかなって、じゃあこれやる。なるほどですね、ガラッと車変わりますんで、そうそうそう、面白いと思います。そうですね、はい、これはまあ、まあ、でもキットとしては売ってないですね、あの相談ください。あ、ここは売ってるんですけど、このここのキット、これは純正やから、あ、そうや、純正やからね。あの相談してくださいね、はい、できるんで、はい、横に行きました、はい、横行きました、はい、で、このフェンダー、はい、オーバーフェンダー、これもうちのオリジナルで、はい、ボディラインのワイドオーバーフェンダー、はい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 、 FRP 製で、あ、これは FRP なんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。こいつがドアアウターパネル、はい、これ人気っす、人気のこの車に合わせて色塗ってます、はい、で、ここ見てもらったらこの車が今の現行じゃないのっていうのが分かります、うん、今のはもう大きいっすからね、大きいんですね、はい、で、今回ホイールの方は、はい、カミラ、ブソンさんのカミラさんの新作の2ピースホイールをチョイスしてる、はい、いつものとこじゃないっすか。まあ、いろいろまあ、いろいろできますよ、まあ、コンセプトですから、はい、今まで、この奥にやるのが、はい、これはうちのボディラインのオリジナルのビッグキャリコ、キャリパーカバーじゃなくて、カバーじゃないよ、これこの前から、ね、キャリパー自体がもうそうなんですか。もうそうです、シックスポートやから。おお、すごい。で、これも330の大きさのローター、ビッグえらいでかいな。はい、もうめちゃめちゃきつい。はい、まあまあ、これもねコンセプトですから、もうガンガンいけますよと。はい、はい、ガンガンいけます。で、はい、パーツとしてはサイドスポイラー、まあこれはよくね、ここっすね、はい、ポジティブなんです、はい、今当然リアのフェンダーです、はい、こっちもありますよというところですね、はい、で、ステッカーチューンというか、ステッカーもこれ分かりますか、何の略か。多分なんですけど BLRC 第5ですね。ちゃいますボディラインレーシングクラブスポーツ。おお、はい、ここで切ったらあかんかった、あかんかった、あかんかった。10S はいる、 10S、 これはあの昔のよく知ってる人やったら、はい、ちょっともじってます、はい、あ、なるほど、日産好きの人だと分かると思う。あ、なるほどね、あるんですね、日産の往年のみたいなところがあるんですね。そうそうそう、あるんです、ちょっともじってます、はい、ありがとうございます、はい、しかも大久保さんは知らないんですけど、今このウィッシュ、はい、はい、このウィッシュ、あの動画を連続で見ている方は分かってます。何それ、分かんない。いや、たまたま今来たからびっくりしちゃう、この流れ来たなと思って、はい、大久保さんは知らないんだけど第2弾ってところでちょうど会ったな、これこれはあちょっとあったんですよ、一本目にも、はいはいはい、これはね、はい、コンセプトとしては、はい、バイクドランバなんで、もうこれをドカーンと見てびっくりしたんです、これどうですか、キットみたいじゃないですか。
そうでしょ、はい、ここまで広いんですね。広い広い、キャラバンって。そう、まあ、2シーターやからね。あ、なるほどなるほど。もうこれはじゃあ2シーターも専用。そうそう、専用専用、まあ、まあ、別に2シーターじゃなくても若い子乗ると思うけど、はいはい、本当であればプレミアム GX セカンドシートがこうセパレートになってるじゃないですか。ああ、はいはい、軽い子ここに投げると。あ、そう、片側だけに乗せたりもできる。これはキャラバンしかできない。あー、なるほどですね、はい、もう振り切ったんですね、今回ちょっと2シーターにして。あくまでもコンセプト、コンセプトです。あくまでここまでできるよ。そんなんもうリアシートいらんいらんいらん、まあ、もうこういう趣味ある人やったらやっぱちょっとでも広く使いたいじゃないですか。工具も止めれば工具もそのケースも止めるんで、はいはい、バイクもライティングしてるからね、はい、どっちがメインやねんって話だけどね。なるほど、確かに。あんまりバイクの時間だけね、うん、これ下手しい、まあ、バイク好きな人が見てたらこれヤバいんちゃうんってなってるかもしれない。ちょっと分かりすぎたんやけど、うん、バイクちょっとそれ、ちょっと横から見ましょうか。横から見ましょう。二人とも分かってないからね。運営あんまり得意じゃなくて。あんまりコメントで突っ込まんといてください、ね。でも、はい、このイメージのバイクはもう大好き。大久保さん自体が。もうそうそう。なるほどなるほど。これゼファー1100、間違いないと思う。そこまでの情報だけでしょ。フレーム以外は、はい、ノーマルがないと。なるほど。細かくは説明できないですね。だから。なんかブレンボとかそういうなんかいい。まあそうだよ。まあ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 。オーリーズの足とか。そう。これもなんか高いよ。マフラーが手曲げのなんか。手曲げ？手で曲げるんですか。いやもうなんか砂入れてこう曲げるの。ああ。あんまり大手ない。そうだ。二人とも知らないんでね。ごめんなさいね。あのバイク好きな人はちょっとごめんなさい。めちゃめちゃかっこいい。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。イメージ通りゴリゴリのカスタムされてるまでは分かります。無理言うて、はい、貸して言うて。おなるほど、この天井に天井に、はい、バイクちょっともうちょっと見たいっていう人はどうしたらいいんですか。どうしようもできない。どうしようもできない。バイクショップも、まあ、バイクでもないですよね、個人のやから、まあ、その辺はちょっともう個人的に相談してください、はい。そうです、はい、なのでこういうコンセプトでできると。この車も色言うませるって。あ、色ね。サファリゴールド1970年代。ちなみにうちのチャンネルで1回出てますか。出てます出てます、はいはい、箱スカの。そう、箱スカのとか S30 の色に使ってたやつを再現して、はい、なるほどですね。まあ年代によっては多分すごい、すごい、ね、皆さんあって思うでしょうね。サファリゴールド、はい、ブラウンじゃないですか。はい、で内装の方も、はい、ステアリング、うわ何それ、ダットさん、え、本物ですか。いや本物なわけね、レプリカモデル、はい、なるほど。このシートカバーは、はい、うちのオリジナル。あー、まあ、なるほどなるほど。最近あの知られてるんですけどね、はい、これもね販売していこうと思ってます。グリップ、ね、アシストグリップ、はい、はい、今回は、まあ、天井も全部やってるんで、はいはいはい、いつも天井ね黒にされてて、はい、まあ、この辺やるだけで全然変わりますもん ね、 ね、高級感すごい出るんで、はい、まあ、ここに黄色入れてみたりとか、はい、まあ、元はまあ黒で統一してるんですけど、はいはい、あとまたレブカウンターとかもこれコンピューターも書き換わってるからね。あ、そうなんですか。そうです、この子ではもう走りの方も変わっちゃう。はい、あんま言われへんけどね。あんま言われへんけど、はい、あんま言えないんでね、そこは突っ込まないで。見た目ではなくてちゃんと走るから、はい、ちゃんと走るらしいんでね。だってあそこのミラーのところのメーターも3年もすごいですもん ね、 イメージがこういうレーシーな感じ で、 プラス、トランボと、はい、ということで、こんな車でかっこいいバイクを運びませんかと。なるほど、ということですね。わかりました。じゃあちょっと2台目も、ね、行きましょう。はい、終わりまーす。はい、そしたら大久保さん、2台目、はい、で、こっちは、揚げ、揚げです。揚げのやつ6インチ、はい、6インチ、25mm×6。 うわ、いやもうすごい上がってますとしか言えない、計算できない。こっちはもうあの言うたら車両自体がもう新型なんですよ。あ、それこれも車両自体が新型なんで、別にフェイスチェンジでもないっていうことですね。まあエアロ的には塗装のあれでしたね、もともとから、はい、これに合わせて。あ、フリルの塗装は上の部分を、はい、ステルスグレー、はい、ここはね同色、はい、で次にここはマットブラック。あ、確かにマットになってる思ったんですよ、はい、逆にこのマットシルバー。あ、確かにシルバー、あれ、これ純正やったらピカピカでしたっけ。そうです、このシルバーとこのシルバーをチョイス。あー、なるほど、全部足してるよ。で、はいはいはい、これはバンパーカバー、ここがじゃあ言うたらオリジナルの。そう、ここはここがいい、エアロパーツになってるんですね。そうそうそう、ここね。あー、で、まあこのピッチングとシルバーで色分けしてる、はい、なるほどですね。あ、でも確かにこれつくだけで全然ちょっと雰囲気変わりますね。ちょっと近づる、力強いのと、はいはい、あれなくなったんですか。あれはライトキャンプ、あ、なくなってない。あ、あれはあれでまた別で、あれはあれで、また別で2種類やるね、うん、フロントのイメージを変える2タイプ、エアロでやるのか、そうです、
そういう FRP 環境のカバーで行くのか、パイプで行くのか、パイプをつけるのかっていうところですね、はい、まあもしね、あの見たい人は過去の動画見てもらったら、あここであのパイプのガードみたいなのが ついてるのもあるんで、ね、はい、そういった感じでイメージ変えることもできますよと、はい、この新型キャラバン乗ってるオーナーさんにしたら、はい、なんでここ黄色やねん、確かにいうことになると思う、はい、僕はちょっと全然詳しくないんですけど、はい、本来は白なんですね、白でこう中の卵を変えて黄色とできない、普通やったら電球変えるだけってできますよね、そうそうそう、できるけど、はい、これできない、それは日産の純正ができないですね、そうです、でもこちらはできる、作った作った、買うときはじゃあ通販で買えるんですね、まあ、そうそうそう、ボディラインとして新型の家のログランプとか、なるほど、販売するんで、はい、LED で、はい、はい、なるほど、黄色いフォグが欲しい人はボディラインさんのところにあります、そうです、出ましたんで、はい、ちょっと一度ね、ホームページとか見ていただければいいんじゃないかなと思います、はい、じゃあちょっと横の方 ね商品紹介でもこれ、はい、流れてるよね、流れてますね、シーケンシャル、はい、これ初登場ちゃいます、はい、出ました、オリジナル、オリジナルです、意外に安いです、うちのお客さんが買うときは通販で ここだけ買うんですか、そうそうそう、ここだけ売ってるんです、あ、このミラーじゃなくて、いやいや、ミラーじゃないここだけ売ってる、ここだけ売ってるんです、だじゃあ純正のちょっと変えるだけ、変えるだけ、変えるだけ、変えるだけ言ってるけど、まあ、ちょっとややこしいよ、あ、まあまあ、はい、配線とかありますからね、で流れるんじゃなくて、うん、点滅にも変わるようにちゃんとなる、あ、切り替えができる、はい、切り替えですか、ハーネスつけるということで、はいはい、点滅流れる、あ、なるほどですね、はい、なので、まあ、これもちょっと新商品なんで、はい、今回、まあ、値段言うときますか、新商品2万2000円です、2万2000円の消費税、片一歩だけで買うて、片一歩だけ買う人は多分いないと思うんですけど、はい、一応左右セットになってます、セットでございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、一応の商品はこの、ね、今度はキャリパーカバーで、さっきは本物の6ボードやったけど、あ、はい、キャリパーカバー、カバーなんですね、カバーです、あ、これだけでも全然、そうですね、かっこいい、見た目はね、ブレーキはいわゆるそのものですね、まあまあ同じですね、はい、はい、まあ見た目ちょっとね変えたい人はこういうのも全然ありなのか、6インチアップ、はい、ということで、どうやって上げてんの、オレンジ見えるかな、はい、オレンジの部分だけあれ6インチあるんで、その分が上がってる、ブロックでゴーンと上がってる、上げてると、スプリングはノーマルのままで、この箱が上がってる、はい、側が上がっちゃってるんです、そうです、はいはい、乗り心地はノーマル、なるほどですね、まあ、サスペンションとかだけでシュッて上げてるわけではないというところです、はい、モーターズ、この車は、はい、バンじゃない、え、バンじゃない、バンじゃない、あ、そうなんすか、キャラバンにステーションワゴン、ステーションワゴンでガソリン 2500cc エンジンを、うん、はい、今4駆じゃない、最強っすね、はい、でもそこがステーションワゴンで10人乗り、はい、うわ、これ皆さん見えます、これ、あ、10人乗りこれちょっと今回あのシートカバー、はい、レトロな感じのシートカバーしてきてるんで、はい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 、なんていうかな、送迎車でも、これでもあの良ければガソリン4個だし、はい、リーズナブルなんで、なるほど、ここは床とかは設計してる、床はこれうちのパーツ、そうですよね、はいはい、フロアパネル、いやでもこういうのちょっとカバーとかこういうの変えるだけで全然高級感っていうか、まあ普通の、ね、まあ言ったら乗用って言ったらあれですけど、まあ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 、こういうタイプのキャラバンもあるよということを、うん、まあちょっと皆さん覚えておいてもらって、はい、確かにキャラバンってそういうイメージないっすね、そうでしょ、はい、まあなんか、まあ、セパレートシートで、はいはいはい、トランプを、はい、まあ、どうそれは当たり前やねん、はい、こういうのでこういうことで できますよ、なるほど、ベース車をちょっと変えてもらったらもっと別の使い方とかそういう仕様にもできると、はい、どうしても4駆が欲しい、うん、でもディーゼルしかないっていう方には、うん、ガソリンでやったらこれもあるよ、なるほどですね、あ、はい、まあじゃあその辺もね、じゃあボディラインさんとかもいろいろノウハウあるん で、ね、ご相談していただければいいんじゃないかな、はい、だからフロントに関してはもうグランドプレミアム GX とか、おお、なるほど、ちょっとこれ皆さんまあまあまあそうですね、はい、でライトキャンパーのグレーのインテリアパネルパネルとか、はい、内装はもう得意ですからね、そう、このドアのところとかも見てください、この辺も全部同色に打ったパネルといいますか、はい、でこれもアウトドア関係というか、はい、アウトドアのコンセプトで作られてるんで、はい、もうグリップとかも今度は販売するね、こっちはメッキタイプ、うん、さっきのはこれもうリアルなやつですか、リアルで、あの メッキのあれじゃなくて、素材がもう鉄って言ったらあれですかね、アルミなんですか、に、まあ、メッキ加工してるのと、さっきのローダウン側には、はい、削りだし、あ、そこ開けてみる、小物に開けてもらってくれ、ここそこそこ開けてください、ここ何がドン、おーい見てこれ、ちょっとこんなんあるんですか、キャラバンに、
キャラバン用でちゃんとうちが作った。そう、作った。トネさんの工具入れというか工具。そうです。前もちょっと紹介したと思うんだけど、あ、これでもかっこいい。かっこいいよ。かっこいい。その下にはちゃんと物入れるから。その下、あ、この下ですか。そうそうそう、それ取ったらね。取ったら溜め込んでるだけやから。ここがね。そう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 。ああ、で、それでちょっと出してくれ。今度出してくれる、はい、こういうもんやで。要はこういうもんや。あ、これがハマってただけ。そういうこと、そういうこと。もうここちょっと別にスポンジのやつなんで。そうそうそう、別に傷つけることなく。そうそうそう、車検証もちゃんと入れられるから。これ全ての車にできますやん。トンネさんもだからいっぱい出してるって。うちはキャラバンや。あ、まあまあまあ、キャラバンで作ってっていう。あ、なるほどですね。でもキャラバン出すのうちだけやと思う。なるほどなるほどこれはちょっと皆さんね、使う使わない別として。これかっこいいっすね。そうですね、開けた時にね。はい、はい、あります。あと大久保さん、これあの忘れてました、紹介するの。サイドバンパー。そう、これもでも今回新しい、まだ販売は決まってないですけど。はい、はい、これそうですね。サイドかなり頑丈っすね。めちゃめちゃ頑丈で、これあの取り付け位置を取ってもらったらいいけど、はい、ビーフスプリングの取り付けの部分から作るから、はい、そんなこれね、もう皆さん伝わるかな、もうすんごい頑丈。だからじゃあアクロ行ってガーンだってもちゃんとボディ守ってくれるなるほどですね。でもここガーン行ったら、ここの付け目のフレームガーン曲がりそうじゃないですか。大丈夫ちゃんとついてるんですね。申し訳ない。はい、なので、まあ、これもね、あの見た目だけじゃなくて本当に機能性的にもね、すごい意味があるものなんで、はい、まあ、でもこれあるだけですごいオフロード感出ていいっすね。ありがとうございます。あとは、あとはね、大久保さんもこれはい、いつものオーニング、この間もずっと紹介してキャンプでね、プで、うん、紹介しました、紹介しました。これつけたら、はい、キャラバンってこれつけるとキャリアのところにコールドでつけると、そうね、ゴムキャリアつけられる。そうですね、そこの穴使っちゃってるからってことですね。はい、両方使うっていうのできなかったんですよね、キャラバンは。 それをオーニングをつけてるお客さんに対して、はい、ちょっとこの提案でルーフキャリアとオーニングが両方つけれるよと。 それはちょっと上に謎があるんでしょうね。で、しかもデザイン的にルーフのオーニングと高いでしょ、はい、だからもうあんまりこう段差があるとかない。下から見たらなんか屋根の上に直接乗せてるの、乗せてる感じがある。これはでもありがたい。そうだね、まあ、荷物乗せるのかどうやって乗せるのかな。そう、まあ、走る、あの脚立用意してもらう。脚立用意してこういうものを使ってもらう。はい、まあ、そこまだあのラダーの方も販売する、うん、なるほどですね、はい、ちょっと今後ラダーとかもできるかもしれないんで、ちょっと注目しておいてもらえればというところですね。はい、そしたら大久保さん、はい、運転席っていうことなんですけど、ね、忘れてませんよ、得意なウィンドコントロールはい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 、全部ね、はい、ついてます。純正のやつはパネルをいじるだけのボタンしかないんですよね、うん、これでナビも操作できる、はい、プラスクルーズもついてる。あ、なるほど、クルーズコントローラーも、まあ、本来はないんですよね。本来はないです。純正っぽく見えると思うんですよ、これ多分純正の、まあ、部品は純正、流用してるってこと。流用してる、はい、ちゃんとクルーズコントロールするんですよね。それは当然します。キャラバンにない機能をボディラインさんのところでは追加でできるということですね、はい、で、エンペラーキットも忘れてません。はい、はい、あ、そうですね。音もね、むちゃくちゃいい音する。これは何かっていうと、はい、純正のフロントドアスピーカーに合わせたチューニングをしてる。なるほど。だからこのスピーカーがいい音さすんではなくて、はい、なるほど、純正のドアスピーカーがいい音に変わるよっていうふうに思ってもらった方がいいかな、はい、あー、なるほどですね。それをつけることによって効果がこう良くなると、そういい効果が出ると、はい、見た目もちゃんとこうね、カスタム感があるように。確かに自然な感じですね。自然な感じ。え、あ、もうじゃあピラーから変えてるんですね。そうです、ピラーから。そのスピーカーだけ植え込んだんじゃなくて、もうキットとしては当然これが一つの思いは、はい、これもついてないで、はい、なるほどですね、はいはい、それはまあまあ別売りです。はい、これは別売りやけど、はい、LED もこれ今回白やけど、あ、ほんまや、光ってますね。これ光ってるでしょ、はい、これはブルー、白、オレンジとあるんで、あ、色も色も、ね、そう、選べると。3色選んでもらう。でも黒もグレーもあるんで、はい、黒とグレーがピラーの色も変えれるというところですね、はい、内装もね、外装も楽しめるところがいっぱいあるのが、はい、はいはい、今回はオットサロンはね、はい、あくまでも2台ともコンセプトカー、コンセプトカー、はい、なので、はい、まあ、コンプリートっていうのはもうちょっともっとライトなあのカスタムになるんですけども、はい、できないことはないよ。やれっちゅったらこれやるよ。やる、ここまでやりますけど、これでまあ行動走らせて、走らせます時間とお金がかかりますよ。あ、そうですねここまでやったらちょっとあれですけど、そう、なんとでもできるよと。できますよと。なんとでもできる、はい、上げるんやったら上げる、上げる、下げるんやったら下げる、と両方いけますよと、はい、いうところですね。はい、モーター、はい、そしたら大久保さん、はい、今日一日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、今回はもうコンセプトなんで、うん、もうゴリゴリ対ゴリゴリになってたんですけども、
あのまあ普段はもうちょっと ね実際買おうかなと思ったらライトな方をもうちょっと選ばれる人多いかなと。店頭には BLB、はい、BLB ライトキャンパー、はい、っていうのもちゃんとコンプリートとしてあります、うん、販売させてもらってるので、はいはい、まあ、過去の動画でも紹介してますし、まあ、ホームページとか、まあ、そっちの方見てもらったらあると思いますんで、はい、もしよろしかったら見てください、はい、あとまあ近々なんかイベントとか、来月オートメッセ大阪セ2月の15ぐらいだったですかね、はい、当然この2台と、はい、でコンプリートの4台、はい、計4台、はい、日産プリンス兵庫さん、はい、プラスボディラインということで、はい、で一緒に出されるんで、まあ、もしね今回ちょっと見てキャラバンってこんなとことまでできんやと、そうです、ね、ちょっとまあ実際ねいろいろ見てみたい方は2月大阪でオートメッセありますんで、はい、まあ、そちらの方に見て来られるのもいいんじゃないかなと思います。お店の方も販売してますので、はい、そうですね、はい、はいはい、今日の動画良かったよって方はいいねボタンとチャンネル登録をバンと押してください。あとボディラインさんのね情報に関しましては概要欄の方に、まあ、チャンネルのもう解説されてますの です、ね、はい、そちらの方も、はい、載せておきますので、はい、そちらの方ご覧ください、はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。いやこれバイク見たい人もっといるんちゃいます？そうかな多分いっぱい来ますよ。そう、キャラバンやねんここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。